皆さん、おはようございます。佐久大学教員インタビュー、今日から3回にわたって人間福祉学部の江間幸男先生のお話を伺います。1回目の今回は江間先生の経歴などのお話です。インタビュアーは学校法人佐久学園の森岡正弘理事長です。おはようございます。おはようございます。今日は人間福祉学部の江間先生とお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。江間先生はご出身は静岡でいらっしゃったんですか？はい、静岡県の浜松市というところになります。海も近いし、本当に歩いて海に行けるぐらいのところの出身になります。そうでしたか。佐久に来られた印象はどうです？はい、これあの他の先生方とかにもよくお話しするんですけど、何しろ景色と空気がいいっていうのが大きいです。佐久平の駅を降りて大学に向かうときに、こういつも最初の頃あの山は何だろうと思ってたんですけど、調べたら八ヶ岳だったり蓼科だったり、振り返ると浅間山がどんとあるし、大学に来る途中で今度右手の方を見ると北アルプスが見えてきたりとか、こんなに景色のいい大学はないなっていうふうに思うぐらいですね。先生はでも北海道も過ごしたことあるでしょ？はい、北海道で9年過ごして、その後新潟に5年いましたので、雪国の景色っていうのは割と好きな景色でもあるんですね。長野の景色とか空気の感じっていうのはすごく北海道に似てるなというふうに思っています。江間先生は大学の方は東京に行かれたんでしたか？埼玉県です。埼玉県ですか。はい、そこではどんなお勉強されたんでしょうか？人間科学部という学部に入りまして、臨床心理学を学ぼうと思ってその大学に進みました。先生が行かれた頃の人間科学部というのは、非常に当時としては珍しい名前でしたよね。はい、そうですね、少なかったと思います。大阪に一つと、その私の行った文教大学というところなんですが、はい、先生が入学されたのは昭和57年です。57年ですか。はい、そこでこう心理学的なこととか勉強されて、卒業されてどうされたんですか？ここからはちょっとお恥ずかしい話になるんですが、当時まだ心理学も資格がない時代で、大学卒業して心理の仕事っていうのはないんですね。卒業式の頃までまだ就職が決まってませんで、さてどうしたものかと思ってたんですが、ずっと精神科には勤めたいっていうふうに先生方にもお話をしてたところ、ゼミでお世話になった先生から看護助手の仕事がある、東京の方の病院で看護助手をやってみないかっていうことをあの連絡をいただきまして、そこで2年間看護助手をしてました。はい、その当時の精神科の病院で看護助手をやるというのは貴重な体験ですよね。はい、何かその時に印象に残るような出来事ってありました？2年間のお仕事の中で。女性病棟の唯一の男性スタッフになってしまった関係でいろんなことを体験をしまして、結構よくやってたのがあのトイレが詰まると直す仕事とか、はい、場合によってはですね、3階ぐらいの高さまであの壁を登って水漏れのところを直したりとかしてました。私ももう50年以上前、はい、精神科で勤めたことがあるんですけども、水回りが大変だったとか苦労した経験がありますね。そしてまた長く入院していらっしゃる方が多かったですね。はい、当時はね、その方たちと自然にお話できました？はい、あのやはり最初はすごく緊張して入ったんですけれど、今とちょっと違ってやっぱり当時そんなに基準看護でもなかったので、精神科医の先生方に私が心理学で学んできたっていうのを知ってて、ちょっとこう勉強させてくださる先生もいらして、例えば知的障害の方が入った時に知能テストをやらせていただいたりとか、はい、あるいは患者さんとまあ日々時間のある時はお話をさせてもらったりしてたので、そういう経験はすごく良かったなと思います。その後私はソーシャルワーカーによって相談職が主になるんですけれども、当時の精神科ですのでやはり強い薬を使った時とか、かなり際どい仕事もあったわけですね。心苦しいような経験もたくさんそこでしたというのもありました。そのようなことの経験をされてから、はい、あとは精神科だとか、あるいは普通の病院の中でご相談を受ける医療ソーシャルワーカーという、はいはい、そういう道に進まれることに決めたんでしょうか？はい、2年間看護助手をしてて、病院の方からは看護の資格を取らないかっていうお話がありますし、たまたまその病院はソーシャルワーカーの方がいる病院だったので、その方が今度社会福祉士の資格ができるよ教えてくれまして、
ちょうどその養成校の第一期が始まる時だったんです、うん、じゃあちょっとそこに行ってみようっていうことになりまして、そこの学校を受験して看護助手を辞めて1年間養成校に行きまして、当時ですので本当に最初の社会福祉士の国家試験の時でして、うん、だからまだテキストもないですね、うん、その時代の社会福祉の今考えるととても有名な先生方が、うん、授業を担当してくださって、そうした先生方の授業を聞きながら、まあ、社会福祉の勉強をして社会福祉士になったんですね。で1年でちょうど資格が取れましたので、その時にその学校卒業するときにその就職先として選んだのが精神科のまた病院でして、そこから精神科のソーシャルワーカーとして仕事をするようになりました。佐久大学では6月25日土曜日に人間福祉学部と信州短期大学部の介護福祉専攻と子ども福祉専攻で大学説明会を開催します。詳しくは佐久大学のホームページにアクセスし事前予約をお願いします。